ネオリアリズムは日本中央競馬会に登録されていた競走馬。主な勝ち鞍は2016年の札幌記念、2017年の中山記念、クイーンエリザベス2世カップ。馬名の由来は父、ネオユニバースと母、トキオリアリティの馬名から連想し、英語で新現実主義を意味するネオリアリズムより、大舞台での活躍が現実になるようにとの願いが込められている。2014年2月10日、東京競馬場の新馬戦でデビューを予定していたが、発熱により取り消し、2週スライドし2月24日の新馬戦でデビューする。初戦は、勝ち馬から 2.1 秒差の13着と惨敗した。2戦目の未勝利戦は、1点、2着と、好走すると続く未勝利戦で先行すると逃げる、レッドレギオンを半馬身差し切って初勝利を挙げる。昇級戦、夏。小立賞も逃げるホルボッシュをかわすと2馬身差をつけ、連勝を飾る。その後は休養し秋に復帰する予定だったが、ともに不安が残るため、秋に再び放牧に出された。4歳になり、9ヶ月ぶりの実戦となった、調布特別はタイム差なしの4着に入る。続く、立山特別は 1.9 倍と圧倒的支持を受けたが4着に敗れた。4ヶ月の休み明け、高級初戦となった500万下を3馬身差をつけ、快勝、3勝目を挙げると続く、日高特別は 1.6 倍の人気に応え好位から、抜け出し連勝、準オープンに昇級した。昇級初戦、海事ステークスは6着に敗れたが、続く、ウェルカムステークスは、後方から追い込んで2着イサベルに1馬身差をつけ1着、5勝目を挙げた。5歳になり、初重賞挑戦となった。中山金杯は7着に敗れた。次走、小倉大賞典は3コーナーで動いていく競馬で3着と、好走する。春は出走せず、5ヶ月ぶりとなった函館記念は6着に終わった。マイル王者モーリスが参戦してきた札幌記念では、クリストフ・ルメールの絶妙な逃げで、モーリスに2馬身差をつけ初重賞制覇を果たす。続く、マイルチャンピオンシップも勝ったミッキー・アイルにしぶとく、食い下がり3着と健闘し、年末は香港マイルに参戦、9着に敗れ当たりシーズンを締めくくった。初戦の中山記念は、好位の3番手追走から、最後の直線で前にいたロゴタイプをかわすと、懸命に追い上げてきた、サクラアンプルールに3、4馬身差つけて、重賞2勝目を挙げる。2度目の香港遠征となった4月30日の、クイーンエリザベス2世カップに、ジョアン・モレーラとのコンビで出走。集団からレースを進めると、3コーナー手前で逃げるザ・ユナイテッド・ステーツをかわして、先頭に立つと直線では、外から追いすがるパキスタンスター、ワーザーの追撃を退け、G1 競走初制覇を飾った。帰国後、半年ぶりの実戦となった10月29日の天皇賞では不良馬場が響いて13着と大敗したが、次走の香港カップでは好位につけ、タイムワープに離され、ワーザーにかわされたものの3着と、好走した。ドバイに遠征し、3月31日のドバイターフでは8着。帰国後、8月の札幌記念に出走したが14着に終わる。その後、12月26日付で JRA 競走馬登録を抹消した。引退後は、オーストラリアクイーンズランド州ウンビラムのオークランズスタッドで種牡馬となる。2019年からオーストラリアクイーンズランド州のオークランズスタッドで種牡馬としてつなぎ用生活を送っている。初年度種付け料は$9,905。ありがとうございます。